この店は、私が小さかった頃にパパと何回か来たことがあるんだ。でも、大きくなってからはあんまり来てなくってね。口に合うといいんだけど。心配すんな。それにオイラたち、こういうレストランで食べるのって久しぶりだから、すっごく楽しみだぜ。じゃあ、注文してくるから、ちょっと待ってて。美味しそうだぞ。フォンテーヌ人の料理って手が込んでるんだな。そうよ。さ、食べて。もし美味しければ、今度はスピナディロースラのみんなを呼んで貸し切らせてもらうから。美味しくなかったら？それでも、やっぱりスピナディロースラのみんなを呼んで貸し切るかな。ま、テーブルごとに料理を一つしか頼まないけど。さすがナビアだな。そういえば、送別会って話だったけど、祝勝会にしてもいいんじゃないか。だってオイラたち、協力して裁判に勝っただろ。ああ、言われてみれば確かにそうね。めでたいことだし。マスター、もう二品追加でお願い。おい、別に料理を追加しろって意味じゃないぞ。えへへ。あ、そうだ、今日の事件も終わったことだし、これから連続少女失踪事件の黒幕もすぐに捕まるんじゃないか。それについては大きな一歩を踏み出したとしか言えないかな。少女を意図的に溶かす組織がいるのは判明したけど、その本当の目的はまだ明らかになってないし。目の前で見てなかったら、人が水に溶けるなんて到底信じられないことだよな。だよね。誰も想像できないような異質な要素が連続少女失踪事件には存在する。だからその調査の鍵となる部分もずっとつかめてないのかもしれない。が真実を最後まで言えてたらな。それがまさか、はあ、真実まであと一歩ってところなのに。
こういった事件の調査ではたとえあと一歩に見えても手がかりが完全に断たれればそれは越えられない溝になる。正直これから行われるであろう公的な調査については私あんまり期待してないの。別に彼らの実力を疑っているわけじゃないけど、物事によっては違う視点も必要だと思うからね。ずっと同じ視点から見てたら意図的に隠蔽されたり警戒されやすくなったりする。時には視点を変えないと真相は見えてこない。だからこそ私たちスピナリロースらが存在するの。高いところに立って見てる人間があらゆる面に配慮できるはずもないでしょ。目の届かない死角にこびりついた汚れは私たちが取り除くってわけ。おいらちょっと単純に考えすぎてたかも。まあ送別会なんだし、この話題はもうやめよっか。それよりも別の話を。そうだ、これからあんたたちはどうするの？そうそう、さっき審判が終わった時もずっと話を聞く機会がなかったし、場所も場所だったから。なるほど、一番の目的は水神とおしゃべりすることね。でもずっといい機会が見つからないってわけか。フリーナ様に会うには長い列に並ばないといけないって聞いたことがある。今日を逃したらしばらく待たないといけないだろうね。だよな、水神はフォンテーヌで大人気だって前に聞いてるし、直接話すのってやっぱり難しいんだな。ならちょっと特別な方法を試してみるのはどう？例えば正当じゃない手段を取るとか。おお、さすがはスピナリロースらのボス。蛇の道は蛇ってやつだな。それで例えば歌劇場の出演者に紛れ込んで演劇のクライマックスで急に中止するのは？それで公演が終わった後にフリーナ様と面会できるよう要求するの。続きが気になるフリーナ様はきっと演劇を最後まで見たいと思うはず。そうすればこっちの要求に何だって答えてくれるでしょ。もうちょっと現実的な案にしてくれないか。その計画って手間がかかる割に成功するかわからないだろ。劇だって覚えなきゃいけないし。だったら何とかしてフリーナ様のベッドの下に忍び込んで夜中に起こすのはどう？情報を教えてくれないと寝かさないって脅すの。これなら絶対にうまくいくんじゃない？すっごく眠いのに寝かせてくれないなんて状況、仮に私だったら何だってするし。効果のあるなし以前に、そういった状況でどうやって捕まらないかを考えないといけないんじゃないか。ああ、それもそっか。ついうっかり相手の眠気を利用することしか考えてなかったや。
まあ冗談はここまでにして、フリーナ様が休む時に隙を見て割り込むくらいならできるんじゃない？特にあんたは今日の法廷でフリーナ様を打ち負かしたでしょ。あんたは民の無実を証明した人物、かたやあの方はリネに濡れ衣を着せるところだった。きっと負い目を感じてると思う。それなら可能性はあるな。つまりあいつが休んでる時間帯を狙って尋ねれば法廷での負い目から断れないってことだろ。じゃあ食事が終わったら早速行ってみようぜ。善は急げって言うしな。あれ、パイモン、もしかして私のフォン頼んだ？あ、これってお前のだったのか？えひひひ、悪い、気づかなくって。オイラの近くに置いてあったからつい。もう一杯注文するか？あ、うん、もう食事も終わるし大丈夫。でもこのフォンタってやつ、もう注文しない方がいいと思うぞ。なんか味がしょっぱかったし、全然美味しくなかったよな。そう？だったらこのお店のフォンタはブラックリスト入りってことで。みんなお腹いっぱいになった？じゃあ私は会計を済ませてくるから。おお、お腹いっぱいだぜ。ごちそうさま、ナビア。飛びすぎたぜ。もう飛べないぞ。お前と一緒じゃ普通すぎるだろ。今月の組織の経費はあと。あれ、ナビア、そこで何してるんだ？たかが食事代だし、スピナディロースルにとってビビたるものなんだから。そっか、じゃあオイラたちは水神のところに行ってくるな、ナビア。やっぱりここでお別れなんだ。もしフォンテーヌで何か困ったことがあったら、いつでもスピナディロースルに連絡して。最優先で駆けつけるから。じゃ、すべてうまくいくよう祈ってるよ。またね、相棒。おう、またな。What?
あんまり人がいないな。さっきのエリニュス島行きの純粋船が最終便だったのか。バシェ、回り回ってまたここに戻ってきたな。どうしたんだ旅人。まさかまたあの声が聞こえたのか。脅かすなよ。また昼に出直すか。バシェ、バシェ。おい、なんで先に進むんだよ。もし泉に何か良くないもんでもいたら。ちょっと待った、オイラにも少し聞こえたぞ。このバシェって言ってるやつだよな。パシェ、まさか私のパシェなの。いいえ、あなたは違うわね。パシェのことを知ってる。私のパシェはどこ。私は誰だったかしら。ごめんなさい、よく覚えてないの。記憶は激流に飲まれ、無数のかけらが水の流れに溶けてしまったかのよう。もう二度と取り戻せない。地上で過ごしていた日々はどれも大切な思い出だったわ。でもどれだけ失ってしまったのかもはやわからない。人間、私は人間だったわ。人間の形を失ってはいるけど、今もこの意識は人間よ。どうしてこうなったのかはわからない。おぼろげに覚えてるのは、青とピンクが混ざった色の水に包まれて目の前の全てがぼんやりとしていったことだけ。様々な場所へ行ったことがあるわ。いろんな冒険が好きだったことも覚えてる。どこへ行ってもバシェはそばにいてくれた。彼がどれだけ私のことを愛していたか知ってたし、私も同じくらい彼を愛してた。でも今はもうあの頃には戻れない。別れの悲しみとはこうも重くのしかかるものだったのね。いいえ、そうじゃないわ。私たちの再会には何の意味もないもの。もう新しい思い出を作れはしない。私の思いはもうあの人にとって無意味なものなの。だからこの思いは永遠に水の底に沈めたままにするわ。もし馬車に会ったらこう伝えてちょうだい。絶対に私のことを探さないで、もう前へ進むべきだと。これが私の唯一の心残りだから。そうかもしれないわね。水に包まれて意識を失いそうになった時、水面越しに馬車の顔を見たの。その目は苦痛と哀戚に満ちていたわ。あの時慰めてあげられたらよかったのに。少なくともその瞬間は
苦しみを忘れ、むしろ温かさを感じられたと彼に伝えたかった。あれは溶けたと言うべきなのかしら。私にはある意味解放のように感じられたわ。恐怖もストレスもなく、あるのはただ凪いだ水面のように無限に広がる静けさだけ。渇きに慣れた人間が初めて水を飲んだかのように、自分がかつて無限の欲望と焦燥の中を生きていたと気づいたかのように。仲間が呼んでるようね。もうそろそろ行った方がいいわ。さようなら。感じてくれて嬉しかったわ。どうか忘れないで。もし馬車に会ったら、私を探さないでと伝えることを。助けてくれたお礼を言うべきかしら。でもその前に、どうしてここに現れたのか説明してくれる？私はただ、あなたが近々危険な目に遭うかもしれないと思ってついてきただけだ。私に黙って後をつけてたってこと？それを普通、尾行って呼ぶんだけど。これはカーレスさんの意志だ。あの人を裏切ることはできない。故に、私はあなたを危険から守る。もしあの人がまだ生きていれば、きっとこうしてただろうからな。あんたが、パパのことを語らないで。すみません、お嬢様。私の力が及ばぬばかりに。クロリンデ様、助けていただいたことには感謝を申し上げます。しかし、どうかご自身の立場をわきまえていただきたい。不必要に心の傷をえぐることは、お互い好ましいものではないはずです。すまない。私は、あなたの気持ちを考えていなかった。もういいから。それで、他に何を知ってるの？
どうして私が危ないって思ったわけ？私の知っている情報はあなたほど多くはないだろう。だが連続少女失踪事件の黒幕は強大な勢力を持っているはずだ。今日のことできっと狙われることになる。あいつらは前々から私を狙ってたはずよ。むしろ今さら手を出してきたのが不思議なくらい。それでこの警備ロボたちは？これって出立艇の人にしか動かせないと思うけど。先ほどよく見てみたところ、これらの警備ロボには番号がついていなかった。つまり出立艇が法を執行するのに使わす機械ではないということだ。おそらくどこぞの金持ちか権力者が不正な手段で手に入れたのだろう。紙幣としてその力を集めて保有していると思われる。そう、とにかく今のスピナディロースらじゃ勝てない勢力ってことね。でしょ？ああ、くれぐれも気を抜くな。無謀な行動は控えるようにしろ。いずれにせよ私は引き続き調査するつもりよ。真実を白日のもとにさらす、これこそがパパの本当の意志だから。とにかく今日のところはありがとう、クロリンデ。ただ今度また何か気になることがあったら先に私に教えて。尾行されるのは好きじゃないから。連中もそう立て続けに手出ししてこないだろう。私ももう後をつけたりはしない。では失礼するよ。はいはい、今日一番のニュースね。それはお嬢様、クロリンデ様の気持ちに嘘偽りはないかと。彼女との関係性を見直すのもいいかもしれません。私だって分かってるけど仕方ないでしょ。だってあの人は。お前が気絶してる間に待ち伏せしてた警備ロボが急に飛び出してきたんだ。でも部下を連れたナビアが助けに来てくれたんだぞ。あ、それにあのクロリンデっていう決闘代理人も手伝ってくれたんだ。とにかくさっきは運が良かったぜ。でなきゃオイラだけじゃあんな奴らに勝てなかったぞ。いいよ、そんなよそよそしいこと言わないで。それにさっきのが本当の送別会だなんて思ってないから。あんたとの食事はいつだって祝勝会にしたいしね。つまり私たちは今も相棒同士ってわけだから、お礼もいらない。私がお嬢様のような懐の深さを持つのはあと50年はかかるでしょう。仮に私がお嬢様にこうも好意を示されたら、即座にスピナディロースらに入りたいと思うでしょうね。はあ、あんたたち、もう。そういえば、ナビアはどうしてオイラたちが危険だって気づいたんだ？出てくるタイミングがあまりにも良すぎたけど。それについては、すべてパイモンのおかげね。いつの間にか役に立ってたのか。おお、オイラってそんなにすごかったんだな。あんたが間違って私の飲み物を飲んだからよ。ん？どう
どういう意味だ？あんたたちと別れた後、フォンテーヌ邸にあるスピナディローズらの拠点に一人帰る途中でふと思い出したの。あんたこう言ってたでしょ？なんか味がしょっぱかったし、全然美味しくなかったよなって。フォンタは甘い飲み物のはず、しょっぱいわけがない。しかもあれは色も少し妙だった。つまりあのフォンタには原始大海の水が入ってたってことか？そう、だからあんたがその飲み物を飲んでくれてなかったら、私は今頃ボスを助けてくださったあなたたちに、スピナディロースらは最高の栄誉勲章を授ける準備をしております。そんなのがあるのか？ホテルデュボールに手がかりがないか人を送って調べさせたけど、連中は何の痕跡も残してなかった。だからあんたたちにも危害が及ぶんじゃないかと思ってね、すぐにこいつらと来たってわけ。あの連中、オイラたちまで消そうとしたってことか。ただリネのために弁護して冤罪を晴らしてやっただけなのに。となるとこれでオイラたちも完全に巻き込まれたってわけだな。まあ連中からしたら、あんたたちは自慢の計画を潰しただけでなく、致命的な手がかりもつかむ寸前だったからね。ところであんたたち、原始大海の水を飲んで何の異常もなかった？そういえば旅人もさっき理由もなく気絶したわけじゃないよな。しかもまたバシェって呼ぶ声を聞いたんだろ？あ、そうそう、それに今回はオイラもその声をちょっとだけ聞いたんだ。つまりさっきの状況は原始大海の水と関係してる？じゃあフォンテーヌ人以外が原始大海の水を飲んだら水元素の感知力が上がるってことか？悪いことじゃなさそうに聞こえるけど。情報？気絶した時にか？教えてくれる？なるほど、確かに重要そうな情報ね。バシェ、聞いたことのない名前ね。ここ最近証人として出廷したこともないと思う。でも少女の溶ける瞬間を彼が目撃してたのなら、少なくともそのバシェって人は事件現場にいたことになる。なのにその人は事件について何の情報も提供してない。私たちだって人間が原始大海の水に溶けるなんて知ったのは最近だし、もしかして彼は誰かに脅迫されてる？うん、サンキュー。今の状況から見てその情報はとても重要になるはず。引き続きこっちで調査してみるよ。え？それってつまりあんたたちも一緒に調査してくれるってこと？送別
使いはしてないって言ってただろ。ならオイラたちはまだ相棒同士ってことだよな。それに巻き込まれた以上、オイラたちに悪さをする奴らを旅人が放っておくわけないしな。ナビアお嬢様、いくら嬉しくとも少しは表情をコントロールされた方がよろしいかと。何しろあなたはスピナディロースらの顔なのですから。こら余計なこと言うんじゃないの。じゃあ一緒にフォンテーヌ邸の拠点に帰りましょう。宿の手配もするから。それと計画も練らないとね。相棒としてお互いの理解を深める必要もあるし。とりあえず一つずつやっていこっか。安心してくれ、私たちがいれば拠点は絶対に安全だからな。この先なんだけど、その前に尾行してるやつがいないか確認しときましょう。ずっと周囲に目を配っていましたので、ご安心を。この道中、怪しいものは見かけませんでした。そう、ならよかった。でも、油断は禁物だからね。では、私は二人の貴賓のために、先に部屋を用意してまいります。ありがとう、マルシラック。さあ、旅人、私たちも行きましょう。
思ってたのとだいぶ違うな。お二人の部屋をご用意しました。今のスピナディ・ロースらが用意できる中で最高の部屋となります。最近スピナディ・ロースらは懐が寂しくってね。何分うちはモラルや法律に反する高い利益を得る商売が禁止されてるから。それどころか資金の大半は支持してくれてる人の援助で成り立ってるの。みんな大変そうだな。でも人から支持されてるってことはその分やりがいもあるってことだろ。実はパパがスピナディ・ロースらを管理してた数年前の方が懐具合は今よりずっと良くって、だからこれは私の力不足のせいなの。ってことはお前のお父さんってスピナディ・ロースらの元ボスだったんだな。そいつはどうして。ナビアお嬢様、ここは私が説明しましょう。ムーン、今さらこの話から逃げるつもりはないから大丈夫。それに相棒には知っておいてほしいことだし、私に話させて。私のパパはカーレスっていうの。今は町で不義のカーレスって呼ばれてる人よ。パパは3年前自分の友人を殺害した罪でその容疑者になってね。しかも審判を拒否して最後には決闘場で命を落としたの。そんな。でも私はパパが人を殺したなんて信じてない。この裏には絶対に何かが隠されてると思う。当時パパが審判を受けてさえいれば公的な調査がされたのに。そうすればきっと証拠だって見つかってその潔白を証明できたはず。なのにどうしてかパパは決闘を申し出た。しかも聞いた話ではパパは決闘中に重傷を負ったって。明らかに負けと判断される状況だったのに投降を拒んで決闘場で死ぬことを選んだみたい。あれから3年が経った今でもその理由はわからないままなの。あんな風に死んだらそれこそ自分の名誉を守る機会を失うのに。今回の一件で最も関係がありそうなのはパパもあの時ちょうど連続少女失踪事件を調べてたこと。あ、だからお前もずっと連続少女失踪事件を調べてるんだな。そういうこと。それと私もパパが容疑者になった殺人事件を調べたんだけど、記録やら資料やらいろんなものを何度も調べたからもう新しい手がかりは出てこないと思う。でもその件が連続少女失踪事件の背後にある組織と関係してるなら連中はきっと何か知ってるに違いない。パパは脅迫されたのか、それとも罠にはめられたのか、たとえ本当に人を殺めていたとしても私は必ず真実を突き止めてみせる。はあ、パパはいつもそう。生きてた時大事なことを私に話してくれなかった。ママが私を産んだ時難産で死んだこともずっと私に黙ってたし、まさか
パパの死まで私が調べなきゃならないなんてね。本当に世話が焼けるんだから、パパは。お嬢様、私にできることがありましたら何なりとお申し付けください。カーレス様もお嬢様も私が最も尊敬するお方です。私もカーレス様が殺人を犯すなど信じていません。カーレス様は生前善行をあんなにも積まれていました。それなのにかの殺人事件が起きた途端、不義のカーレスと呼ばれ、スピナディ・ロースらを支持する者は大幅に減少、財務状況も今や火の車となりました。普通は最初みんな疑問に思うはずだよな。カーレスって普段はいいやつだったんだろう。人々はこういうドラマが好きだから。フォンテーヌ人だけじゃなく、どこの人間だって同じでしょ。悪人が改心して正しい道に戻るのを見るのが好きだし、善人が道を踏み外して谷底に落ちるのを見るのも好き。そんな、もしカーレスが濡れ衣を着せられたんなら絶対真実を突き止めないと。じゃなきゃこんなの辛すぎるぞ。あともう一つ、カーレス様の当時の決闘相手はあのクロリンデ様でした。え、あいつが？じゃあカーレスはクロリンデとの決闘で死んだってことか。だよな。確かにそう簡単に吹っ切れることじゃないし。クロリンデ様は決闘者の誇りを大切にしています。ですから相手が投降しない限り彼女も手を止めることはできませんでした。それにクロリンデ様はカーレス様ともともとお知り合いで、彼女はあの方のことをとても尊敬していらっしゃいました。そんな間柄のカーレス様が決闘で揺るぎない決心を見せれば、クロリンデ様もそうする他になかったのでしょう。何も彼女の気持ちがわからないわけじゃないよ。ただやっぱり心の整理ができなくて。わかるぞ、ナビア。あんまり無理しなくていいからな。後日、クロリンデ様から聞いたのですが、決闘が始まる前にカーレス様はこうおっしゃったそうです。ナビアお嬢様の面倒を見てくれと。私たちもそう考えております。はあ、自分を殺した人に私のことを頼むなんて、あのバカ親父、どうやったらそんな考えになるの。まあとにかくこれが相棒としてあんたに伝えておきたかったこと。愚痴をこぼすような感じになっちゃったから
ちょっと照れくさいけど。うん、あんたたちは先に部屋に戻って休んでちょうだい。今日は本当にいろいろあったからね。だな、すっごく疲れたぞ。安心して休んでくれ。今夜は私がここで二人の安全を守ろう。あれらすべては突然ナビアお嬢様に降りかかったものだ。スピナディ・ロースらの責任もカーレス様の死も。このままではダメだ。私は早く強くならないと。そこがスピナディロースらが発足した地で本拠地なの。ここじゃしばらく手伝ってもらうことがないからね。ただ単に一緒にいると騒がしいから追っ払っただけだろう。ところでお前はいつ来たんだ？ずっとここで待ってたんじゃないよな。ううん、ついさっき外から帰ってきたとこ。昨日の夜は馬車の名前についてまず調べてたの。こんな重要な情報を掴んだんだし、寝れるわけないでしょ。おいらさっきこっそり寝れたとか言っちゃったぜ。でも残念なことに、この名前はまるで存在自体が消されてるかのようにどこを調べても出てこなかった。足がつかないように黒幕がすでに手を回したんでしょうね。でも逆にこれは馬車が重要な証人である裏付けにもなる。じゃあ次はどうするんだ？もう手遅れってことか？いや、希望はまだある。彼らが手を回そうにも届かない場所があるからね。最高審判官のヌビレットさんが保管する資料、ここ数年の事件の詳細を全て網羅したファイルよ。もしあんたが見たっていう例の純粋精霊がここ数年で失踪した少女なら、関連する情報が必ず見つかると思う。さすが最高審判官なだけあるな。真面目に仕事してて事件の資料もちゃんと整理してるってことか。じゃあ早速ヌビレットを探しに行こうぜ。お？どうしたんだよナビア、まさか眠くなったのか？はあ、大丈夫。行きましょう。あの最高審判官に会いに。何かあったら直接言ってくれ。頑
Thank you.